軍令部はアメリカが今後オーストラリアに拠点を構え島伝いに北上し日本へ攻め上がってくると考えています。したがってフィジーサマは領土を攻略して米軍を遮断しその北上を阻止する方針です。そんな遠くまで行って大丈夫なのか。そこなんですが連合艦隊はまだハワイを狙っているようです。海軍は一枚岩じゃないってことだ。よし、早川しばらく海軍省に貼り付け。はい。他の連中も大本営参謀本部軍令部からの情報を逃すな。以上。はい。真珠湾の時と随分違うな。あれ？あの時は一切情報など漏れてきませんでした。おい、今日防空演習の予定あったか？東京に空襲？空母から中型爆撃機を飛ばしたと思われます。暴走機に飛行場が現れたか。台南航空隊を厚木に移動、直ちに東京の防衛に当たらせろ。悲惨な光景でした。これが空襲か。